まずあの水汲みバケツに水を入れて、はい、この、バッカンの後ろに置いておいてください、はい、これはですね、あのひしゃくにコマセがベタつくと、投げた時にこうベタついてなかなかひしゃく離れが悪いんで、投げるたびにこうやって洗ってこうやって投げるととても投げやすい、うんうん、くっついちゃって固まっちゃうんですね。そうですね、はい、だから一回こう洗ってコマセをすくいます、はい、それで、この壁面に結びつけてアンダースローですね。まずこうやってこう投げる。わかりました。もう一回もう一回お願いします。洗ってコマセをすくって壁面に結びつけて、あ、なすりつけてアンダースローでこう投げます。あ、なんかこう巻くっていうより、はい、投げる感じなんですね。あの一部にボンと落とす。あ、それはいろんな、これから説明しますけど、はい、いろんな巻き方があるんですけど、まずアフに単語みたいにちょっと巻いてみましょうか。はい、はい、洗って、はい、これをすくい地面で鳴らしアンダースロー。え、まっすぐ投げますね。まっすぐ行っちゃうんですけど、あれ、ちょうどまっすぐに投げる、はい、後ろの肩に注意して、どう、まっすぐ、はい、そうそう、上手上手。どうでしょう。65点ぐらい。わー、微妙な。で次、はい、はい、これはですね、今あの足元から中間距離ぐらいは、はい、このアンダースローでほぼいいと思うんですけども、はい、例えばこう沖にですね、うん、あの回遊魚、ワカシだとかソウダガツオの、はい、あのこう群れがバシャバシャってなった時に遠くにコマセを遠投したい時ですね。あ、このコマセの投げ方は、その投げる場所によって変えるんですか。距離によって変えます。うーん、それで、まあ、まあ、平たく言えば遠くに投げたい時、はい、私危険かな。同じように、ひしゃくでひしゃくを洗います。それでコマセを壁面に腰すりつけて目標に向かってこう投げます。結構軽い感じで、これもあ、うん、こう上にこう押し出すような、ね、うんうんうん、前に押し出すような。洗ってすくってもう、あ、なんかさっきよりアンダースローよりいいんじゃないですかね。さっきより良かった、うん、ちょっと明後日ぐらいの方向行ってますよね。明日ぐらいの方向かな。もう一回行きます、はい、これをなんかすごいバラバラになっちゃいました、うん、じゃあちょっともう一回お手本見せますね、はい、お願いします。尺を洗います。で、コマセをすくって押し付けます。はい、それで目標に向かってこう前に押し出すような感じ、バーンと飛びます、ね、わ、綺麗だな、すごく。やはりもういいじゃないですか。あの、なんか今私こう一生懸命投げてたんですけど、先生がやるとヒュッてこう、わかりますか、このバウンドするじゃないですけど、リズミカルな感じなのを真似したらまっすぐ行ったので、ちょっと今の気持ちを忘れないうちにもう一回、はい、そうだね、押し出すっていうか、なんか、ね、もういいじゃない、わかりますか、なんかこのちょっとバウンドさせる感じ、そうですね、なんかちゃんと離れてくれるんです、はいはい、ポーンって、はい、